全国の任天堂ファンの諸君、元気してるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今回はマリオカート8デラックスをやっていこうと思うんじゃが、あのめちゃくちゃ強いわしの師匠とも呼べる存在を今回はゲストでお呼びいたしました。この方です。お願いいたします。はい、ボスです。今回はよろしくお願いします。あ、ボスナさんよろしくお願いいたします。やっぱりね、ボスナさんのゲーム実況を見てマリオカートちょっと上達したと言っても過言ではないので、はい、今回はボスナさんにちょっと難しめのコースのテクニックを教えていただきたいんですが、どこかいいところありますか？そうですね、やっぱニスクとかできたらかっこいいと思うんですよ。あとは 7D とかそういうテクニックがあるとやっぱ回ると差がつくんで、 DKJ とミートシティ、どうですかね？おー、いいと思います。 7D の DK ジャングルとあのクソ難しいニスクのミュートシティじゃな。前ねちょっと練習したんじゃが、はい、うん、その時はまあやっぱり安定しなかったんじゃよ。本当に10回に1回成功するかなみたいな感じだったから、改めて上手い人にね、コツを聞けばわしも、うん、10回のうち9回ぐらい成功できるのに違いない。そうっすね、もう間違いないんで頑張りましょう。今日はじゃあ頑張っていきましょう。いきましょう。じゃあやっていきますか。ドンキージャングルで 7D ですね。そうですね、まずは、とりあえず 7D のお手本なんですが、あれいきなりなんかストロミスってませんか？コラボなんで緊張してるんです。大丈夫ですか？落ち着いてください。いきますよ、はい、このアウトのコインを取りつつドリフトかけて、はい、でターボこれ解放しつつジャンプアクション、そうするとちょっと飛距離が伸びて、はい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 、速くなります。こんな感じですね。アウトより入っていく感じですね。そうですね、アウトから入って膨らんでいけばまあ余裕持ってターボを貯めれるんで、はいはいはい、そこら辺ちょっと意識してもらえれば簡単に、もうヒーラーさんならね、うん、100発100中成功できるんじゃないかなと俺は、うん、思ってるんで。タイムアタックで練習した時はね、うん、結構できたんで、はい、おー、それはもう期待大っすね。え、 7D しなかったらじゃあどうなるか今ちょっと見せてもらっていいですか？OK、やってみますか。この先でじゃあちょっとやってみます。多分ね、マリカ初心者って 7D それやる意味あるのって思ってると思うんですよ。うん、確かにそうっすね、はい、7D やらなかったらどうなるのかっていうのね、逆にこうですね、飛距離が全然飛ばずに、ね、スピードも遅いと、はい、結構車体3つ4つ分ぐらい差ができるんで、本当にこれはできといた方がいいっすね。間違いない、間違いないっすね。テクニックなので、まあ、これを覚えることによって、まあ、ドンキージャングル以外にもなんかスカイガーデンとかも、そうっすね、使えるとこは結構あるんで、はい、うん、これは必須テクニックといっても過言ではない。過言ではない、マジで過言ではないです。あと1回じゃあもう1回 7D 見せてもらっていいですか？ OK、 じゃあ行きますか。3周でもしっかりやって、はい、これで見せたらねちょっとやばいなって感じなんですけど、 OK、 こうして、はい、こうっすね。いや早いわやっぱり。あ、しかもドリフトで着地してこうしっかり回り込んでるみたいな、ね、そうなんですね、うん、綺麗に曲がれば曲がるほど速くなるんで、ぜひぜひ。よし、じゃあわしも頑張ってみようと思うぞ。行きましょう。はい。ということで、早速わしがこのドンキージャングルのな、7D をやっていこうと思うぞ。ボスナさんお願いします。いやまあ多分一発で成功しちゃうんで、その時はね申し訳ないですね、ほんと。なんかいやもう動画の尺とか気にせずもうバンバン決めてもらっていいんで、じゃあもう一発目からも速攻をね決めていこうかなというふうに。そうっすね、いかんなく力も、はい、ちゃんとね、あのスタダを決めて前出たんで、はい、はい、いきますよ、悪いですけど。いい、はい、あ、はい、あ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 、ちょっと、あ、ちょっと、さっき、今さ、今いい感じだったじゃん。ちょっと手元滑っただけっすよね、はい、今の。今、なんかね、ジャンプアクションするときに、ね、あのターボ解放できなかっただけなんで、はい、そうそうそう、まあ、かなりいいコース走ってましたよ、はい。はい、ラインは綺麗だったんで。ですよね。よし、うん、普通に成功するだけの技術はあるんで。回してください、もうこれやっちゃいますこれ。なんで外側行くのお前。お前さ、すぐ外側に行こうとすんの。ねえ。やばいな。足腰弱いっすね。これ本当弱いっすよ。お前さ、もっとさ内側取んないとさ鼻の上にの、あ、やべ、動揺してるのかな。
ちょっと打開に切り替えていこうかなというふうに思いますけど、困ったら打開に、ここ、こ、そうですね、うまい、お、あ、でも落ちるんだよな、これな。でも今の感じですよね、要はね。そうですね、こうなんかジャンプアクションの入れ方は本当にそうですよね、外側にこう行ってこう鼻の上に乗ると、そう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 、よし、もう任せてください、余裕っすから、はい、いやー楽しみだな、やっぱできちゃうんだよなーって、うん、次こそはもう成功してくださると信じてる、任せてくださいよわし、もう今のでね、もう思い出しましたから、わし体がね、うん、ここをやってね、こうこのままこう、あ、これね、内側に行っちゃうわこれ何やってんだよお前さ、今度は小心者になったな、このクッパ、ビビり出したな、うん、ちょっとビビってますよね、今のね、ビビってますね、これはちょっと内側体向けすぎてたんで、そういうのがね、やっぱ出てるぞクッパな、お前ちゃんとやんないと、うん、そうだ、ダメなとこだぞクッパ、ほんとだぞお前、これダメだわこれダメおおう、う、お前さ、もっとさ、外側気張ってそのダートに入らないようにできないの、お前このクッパ何やってるんじゃもういっつもだからな、お前な、ちょっと思ったんだけどな、今惜しいな、結構惜しかったですよね、今のね、惜しかったっすね、はい、今の、うん、だから本当はなんか無理しなくてもいいんですけど、やっぱどうせ上手い人に教えてもらってんだから、ちゃんとできるようになんないと、あ、ミスター、あ、惜しい、ちょっと早かったな今のな、お前なあ、これな、うん、ジャンプアクションが、うん、ちょっとなんか焦っちゃったよね、このクッパ先をね、急ぎすぎたよね、急がば回れだぞクッパな、お前な、ほんとに しっかりしろよな、ほんと、しないとわし怒っちゃうぞこれな、うん、だら、おい怒らないで、平井さん落ち着いて、落ち着いて、冷静になりましょう、ちょっとコントローラーが壊れちゃういけないいけない、今回コラボもうダメなんで、台無しになっちゃう、台無しになっちゃう、コラボも壊れちゃうと、はい、よくないですね、はい、お、でもこれ行ったんでは、いやー行ったんでは、お前右スティック、じゃ左スティック右に思いっきり倒してんの、お前ちゃんと回る、お前何やってんだよお前な、ほんとな、お前そんなんだからピーチさらってもすぐにマリオにな、奪い返されるんだぞお前な、ほんとしょうもないポケがなあそこほんとに難しいですよね、なんかね、ね、ドリフトしながら回り込むみたいなのほんとに難しい、でもあれできないとね、やっぱタイムアタックそんないい順位出ない、あ、これダメだわこれ、ちょっと内側向きすぎて、いやお前その木の上に登れ、お前頼むぞクッパな、お前同じミスばっかして、ボスナーさんもう呆れ散らかしてるからな、本当にななんでこんな簡単なことできねえんだよっつって、いやー、うん、もうここで決めてくれると信じてるんで、いきます頑張って、お無言で無言で大パンチしてスタートからやり直すってイライラゲージがマックスだな、シティでこんなに苦労してるってお前ねえ、これミントシティがニスクやばいっすよ、多分怖えな、おお、でもいっていけ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 これだな、これじゃな、あ、行きましたね、あ、ショートカットうまい、おおで、なんだっけ、ここをこういってあ、ボタメて、あ、無理だったわね、でもイメージこんな感じですよね、なんとなく行きたんですよね、そう、イメージはこんな感じのはず、よし、まあ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 、ぼちぼちではぼちぼちですねあそこのなんかショートカット怪しかったけど、でもまあぼちぼちで2回連続で決められればこれも大丈夫です、完璧っすね、はい、2連続で決めれば、申し訳ないですけど自分決めるぞこれな、うん、おっ決まってるんだよ、おお、うまい、綺麗、決まってくる、さすがだわ、いやもう体がね分かってんすよねこれね、うん、いやもう分かっちゃいましたね今、はい、分かってんすよねこれね、ここもしっかり決めて、あ、あ、はい、うまい、はい、うまい、ああ、ミスってない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 、まあまあ、まあ、ちょっと手元狂ったかなみたいな、でもあそこあの2段目でドリフト解放だった気がするんだよな、あれ違ったっけかな、確か3段目、あれどこだっけ、分かんなくなっちゃった混乱しだして、そう、あそこなんかドリフト決めてなんかやるのが早いよってなんかリスナーが教えてくれましたね、そうですね、はい、ミニターボ出すと早いですね、3連続3連続決めちゃうかこれ、うん、いっちゃいましょう、もうここでパパッと
はい。あ、お、死ね。まあ実質成功と言っても過言ではないですね。はい、まあ、そうっすね。もう成功率だいぶ高かったんで、まあ、あんだけできればあとはもう走り込めば自然と覚えてくるんで。そうですよね。そうっすね、そうっすね、はい、まあまあまあ、もうアドバイスすることはもうないかなと。おーし、じゃあこの後はやっぱりね、多分全コースのニスク中一番難しいと思われるミュートシティですね。そうですね、ミュートシティの出番ですね、はい、今度は。そこの、ご教授をお願いいたします。わかりました、任せてください。さあ、ミュートシティのノーアイテムショートカットニスクですね。ですね、やっていきましょう。これ上級者でも普通にね、ミスってる人やっぱいますよね、はい、ミスりますね、普通にミスる人。だってボスナさんだってね、はい、わざとそのニスク踏まないでちゃんと回る時もありますよね。そうですね、ちょっと怖くて避ける時とかもあるんで、全然そうですね、うん、それぐらいレベル高いところなんで。そうそうっす、本当にできれば強いですから、ね、ぜひぜひ今日覚えて帰ってってもらいたいなと。よいしょ。いやー、ここね、ほんと難しいんだよな。わしも練習しましたけど、はい、なんか難しいですよね、ここっすね、はい、そしてこれ飛んで、こうっすね、すげえ一発で成功してる。早めにジャンプするのを意識すれば結構簡単にいけるんで。そうですね。で、2周目ちょっとまた細かいコツを喋ってきますね、はい、今ちょっと一回お手伝い。2周目で失敗したら台無しなんだよな。いやー、3連続決めるっていうプレッシャーがあるからな、すごい怖いな。別に3連続じゃなくていいっすよ。あ、マジですか。逆にその難しさが伝わるかもしれないじゃないですか。あー、確かに確かに。ボスさんでも失敗するぐらい難しいんだ。あ、さあ、ここでこう曲がって、でこの真ん中のラインをちょっと意識して、はい、でここら辺からこう線をまたいでこう飛んでいくと。うわ、線の左側ぐらいからちょっと膨らんで、はい、膨らんでからインに攻めるみたいな。なるほど、そんな感じですね。で、壁に擦るか擦んないかみたいな。そうですね、あ、ギリギリを攻める感じですね。でスティックはあんまり触んない方がいいですね、できるだけ。逆にそうなんです、触りすぎると減速しちゃうんで、はいはいはい、なるべくスティック触らないで手数を少なくして減速を防いで勢い保ってジャンプみたいな感じですね。そうですね、なるほど。曲がった後は角度決めたらもう触らないのか。そうですね、ここをこうして、最後に一発、よいしょ、いいね。おお、やったぜ、3連続成功。しゃー、いやー、なるほどね。いや、やっぱ違いますね。このプレッシャーの中でもしっかりと3連続で成功させて、しかもニューレコード出すと。サバーからね、ニューレコードはですね、まあ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 って感じなんですけど。いやー、凄まじいな。ちょっとでもやっぱできたらかっこいいよな。いや、マジでこれはね、リスナーさんも見直してくれると思います。本当これできると、やっぱ柊さんすげえなって、努力してるなって、この人ちげえなって思ってくれると思うんで。なるほど、もうマリオカート実況者なんだなと。そうっすね、いや、もうぜひぜひ決めていきましょう。この次じゃあちょっと柊さんの走りをね、はい、行きましょうか。行こうと思うぞ。それでは早速わしの番で、ミュートシティリスクやっていこうと思うぞ。ボスナさん、お願いします。よろしくお願いします。もうみっちり教えるんで、教えれること全部話すんで。よし、頑張るぞ。まあここもね、実はちょっと練習してて、まあ成功率は本当に低いですが、はい、一応できるんで、おやっていこうかなというふうに。まあ動画でもね、ちょこちょこ、何ごっつんこしてんだお前。動画でもちょこちょこね、成功させたりしてるんで、多分ね、リスナーさん、わしの動画をね、追ってくれてる人は、あ、こいつ成功できるんじゃねえかってきっと思ってくれてるはずなんじゃよな。ってると、はい、自信ありと、なんだかんだ成功率は自信あり、はいはい、自信ありと。任せてください、こんな余裕っすから、本当に。あ、やべ、あと1枚。よし、あぶね。あ、止めてない。うわ、9枚、9枚でチャレンジになっていけるのか、これは。まあ、わしだったらね、余裕かなというふうに思うんですけども。何やってんだよ、まあ、何やってんだよ、お前。1枚やっちゃダメなミスしてくれ。挑戦できてないバカじゃん、クッパ、お前。どうしよう、足くじいちゃったのかな、今のね。
足首完全にいってましたね。グキってやっちゃったの多分ね、あのコインを取れなかった恐怖に負けたんじゃないこいつやな。どうしちゃった。メンタル弱いわクッパ。そうメンタル弱い。だからピーチ奪ってもすぐ奪われるんだよね。マリオ攻めてくると多分こいつね毎回怒りようになっててもうわマリオ来てどうしようどうしようっつって。やべなんかキノコ使ってるしな。やっても動揺すんなお前やな。本当のこと言われてやべまた9枚でやべ。また9枚だ。いやいけるいける。わしだったら絶対できるに違いない。はい、ああ今度こそちゃんとね。あのこのあれを意識して綺麗なラインで、ああでもおいけてるし、あれ行ったマジか、今絶対わし失敗したと思ったんだけど、あれいや俺もなんだと思った今のは、今のなんかこっそりダメでしたよね、なんかなんで成功したんだ、ラインがちょっとあれだったの、はい、ん疑惑だな、ちょっと疑惑、いや使ってないです多分ターボはあの変なとこで使っちゃったんで、いやいつでも疑惑だったんじゃん今どう考えても、うん、だからこもう一回成功すれば疑惑じゃないと、そうですね、証明できる、よしよし証明しちゃいましょう、行きましょう行きましょう行きましょう、お前分かってんなクッパな、もう一回成功させろなお前な、うん、待って、はい、おーうまくない、あれあれあれすいません、あれ、あもうボス先生に聞くことないっすわ、あすいません私うまいんで何もアドバイスしてねえのにこの展開はマジか、え3連続俺の存在意義は俺がここに来た理由がなくなったんだけど、なんかアドバイスいらなかったかな最初からめちゃくちゃうめえじゃん、じゃあラスト1回決めちゃいますけどね、はい、言っちゃってください、もう全然全然、はい、俺のこと気にしなくていいんだ、はい、もうばっくりと決めてやるぞラストもな、うん、はい、いやまだまだですね、いやまだバラバラですね、わしはボスナーさんになれなかったってことじゃな、いやでもまあ2回連続成功したんで、そうですね、まあまあまあ、十分十分うまいけど、はい、ちょっと だんだんこれを安定して出せるようになればこのコースの勝率が上がると、そういうことですね、はい、でもこれうまくいくと思わなかったな、正直2連続いけてるんでコツさえ掴んじゃえばもう楽勝、そうですね、だからな、まあ、かろうじて俺のいる意味ができたんでちょっと嬉しかった失敗してくれて内心ちょっとホッとしたんですか、はい、じゃあわかりました、わしが絶対できないショートカット、はいはい、ねビッグブルーの変態ショートカット、はい、あれリスナーに見せてやってくださいよ、やっちゃいますか、はいさあ 200cc のビッグブルーでのみできる変態ショートカット、そうですね、めちゃくちゃかっこいいショートカットがね、まあ、あるんで、そうですよね、うん、動画のタイトルにしちゃうぐらいかっこいいですもんね、ボスナーさんね、そう、ね、もう何十万再生もされましたからね、そんぐらいすごいショートカットなんで、またそれをお見せして今日は終わりかなということで、はい、そうですね、頑張ります、よいしょ、みたいな一発で成功するのかなすげえプレッシャーかけてくるな200cc でその走力はすごいな、本当にするなさあさあこの先っすね、はい、こう飛んで、はい、こうして、はい、こう飛ぶでこうっすね、はい、おこう飛んでってこの柵を越えていくと、はい、こうおちょっとぶつかっちゃったけどちょっとぶつかっちゃったけど形はできた、いや空飛んでんだよすでに、少しだって見るとね、昔のマリオットの、はい、あれ思い出しますよね、なんかバグショートカットみたいな、昔のガバガバでしたもんね、なんか一周丸々ショートカットしちゃうみたいな、それに近いものを感じるぐらいなんか、そうですね、ありますね、なんかやばいショートカットだと思うんで、いやこんな感じでゴールっすね、うわこれが真の、ボスナーさんの力だと言ったところですよね、はい、わしにはこれできないんで、さっきのまあ2スクぐらいだったらわしできるんですけど、これちょっとできないかなと思って、そうそう、あまたいつかね、ま、できるように、そうですね、そうですね、またどこかしましょう、ぜひぜひ次回も教えていただければなというふうに喜んでいつでもお相手するんで、よかったらぜひお願いしますということで今回はありがとうございました、ありがとうございました、こちらこそ